フランスの首相では、フランスにおける首相について記述する。現代語訳の首相にあたる、行政府の長のフランス語名称は、以下の通り。フランス王国フランス共和国、フランス帝国フランス王国、フランス共和国フランス帝国、フランス共和国現代のフランス首相は、共和国大統領の行政権の下に置かれた政府の首相である。国民の直接投票によって選出される。 大統領に首相の任命権があるが、大統領が任命する場合もあれば、議員内閣制を模倣し、国民議会の多数党から選出される場合もある。後者をフランスの大統領制的議員内閣制という、国民議会の多数党が大統領と対立する政党となって、その対立政党から首相が選出される場合もあり、これをコアビタシオンという。これによって、 政党間の協調関係が生じることもあれば、深刻な政治的対立も起こり得る。首相が議会から不信任決議などを出された場合、大統領が議会を解散するか、首相を罷免する決定を行う。1815年、シャルル・モーリス・ド・タレー・ラン・ペリー・ゴール1815年から1818 18年。 アルマン・エマニュエル・ド・ビニュロー・デュ・プレシ1818 18年から1819年、ジャン・ジョセフ・ボール・オーギュスタン・デソル1819年から1820年、エリー・デュカス1820年の1821年、アルマン・エマニュエル・ド・ビニュロー・デュ・プレシ1821年から1828年、ジョセフ・ド・ビレール1828年から1829年、 ジャンバティスト・シルベール・ガイエド・マルティニャック正式に、閣僚評議会議長に就任しなかった者の,の内省の、ママ政務を代行した、事実上の、第七大政府主席1829年から1830年、ジュールオーギスト・アルマン・マリード・ポリニャック1830年、カシミール・ルイ・ビシュルネド・ロシュ・シュー・アール。ありがとうございます。